体重無差別で真の柔道日本一を争う全日本柔道選手権大会、今年も全国から40人の精鋭たちが集いました。東京北の丸公園にあります日本武道館です。今年は8月のパリの世界選手権の100キロ超級の代表を選ぶ最終選考会も兼ねての大会です。さあ今年のこの大会、放送席にはこの大会3連覇も達成されました井上康生さんにお越しいただきました。宇田さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。現在は全日本の男子のコーチを務めていらっしゃいますが、井上さん、この放送席から見る全日本の舞台というのはどうですか？そうですね、少しちょっと不思議な感覚があるんですけど、はい、やっぱこの大会にですね、大会を見ると出たいなという気持ちが湧き上がってきますね。はい、今日はかつての優勝の映像などもこの後ご覧いただこうと思いますけれども、また、いろいろお話を聞かせてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、3月11日に起こりました東日本大震災、その支援が柔道界にも広がっています。今日は開会式では黙祷が捧げられました。そして会場の外でも募金活動が行われて、井上さんも募金活動に参加されましたが、柔道界でもこう大きな輪が広がってきてますね。そうですね、柔道の心で、自他共栄という心があるんですけど、はい、自分だけではなくやっぱ共に栄えるこの心をですね、大事にしながら、はい、少しでも被災者の皆さんにですね、力を与えるような活動というのをですね、今後もやっていきたいなというふうに思ってますね。そうですね、会場にはみんなの心を一つにという横断幕も掲げられています。さて、大会はベスト8まで進んでいます。ご覧の8人が勝ち上がりました。去年のチャンピオンの高橋和彦、そして去年の世界選手権優勝の上川大輝もこの中に姿がありません。大混戦の今年の全日本です。まずは去年のチャンピオンの高橋ですが、井上さん、3回戦で本郷選手に敗れました。そうですね、気持ちは入ってたんですけど、やはり12月に怪我したですね、はい、怪我が大きな影響を与えてて、心と体の部分がうまく合わってなかったなというのが印象でしたね。上川も高井に初戦で敗れました。その中で西山、七戸、高木などの若手も勝ち上がってきて、去年の準優勝の立山も勝ち上がってきましたが、この後のこのベスト8からのポイントはやはり鈴木アナイ中心と言っていいでしょうか？そうですね、この鈴木アナイ選手を中心に、またこの若手の西山選手、高木選手のですね、活躍をですね、大いに期待したいなと思います。はい、さあ、まもなく準々決勝が始まります。今年の大会から試合時間は6分間変わりませんが、ルールが国際柔道連盟試合審判規定に変わって行われます。去年までは講道館柔道試合審判規定で行われましたが、今年から国際ルール IJF ルールでこの試合が大会が進められています。まずは 準決勝の第1試合、この前の試合で去年のチャンピオン高橋を開始27秒の支え釣り込み足で破った近畿代表フォーリーフジャパンの本郷光則、本郷明則、26歳です。そしてこちらが西山大輝、世界選手権の90キロの代表です。赤が本郷、白が西山です。本郷は左組、西山も左組です。組んでからの大内刈りが本郷の得意技です。その釣り手をまず西山が引き手を引いて落としています。本郷選手はディフェンディングチャンピオンのですね、はい、高橋選手を破ってますから、こう勢いに乗ってですね、はい、次にという気持ちがあるでしょうし、また西山選手も今年に入ってのヨーロッパ大会でですね、全て勝っているということでですね、世界選手権の代表をもう選ばれてますから、はい、若さあふれるいい試合をしてもらいたいなと思いますね。大内刈りに行きます。この組際の内刈り、これが今日は本郷を冴えています。左組、こうやって右で引き手を引いて、その後左の奥襟を引きながらの非常にスピードのある大内刈りをかけてきます。本郷です。中央大学の出身です。西山は筑波大学の3年生です。ここの奥襟からの大内刈りです。この釣り手を西山としてはなんとかコントロールしなければいけませんね。そうですね、組んではいるんですけど、はい、どうしてもまだ自分の位置にはなってないので、はい、そこを早く取ることが西山選手重要じゃないかなと思いますね、はい、まず引き手から引いていく、今度は両襟にしました西山です。今の釣り手の位置はいいんですけど、はい、今度は引き手の部分でですね、そうですね、大内刈りに行く本郷、西山も技のキレはあります。大外刈り、大内刈りなどを持っています。関東代表
去年の世界選手権は銀メダルを獲得しました。90キロの今年のパリの世界選手権の代表です。ここから飛び込むようにこの奥襟を取って本郷左の大内刈り、逆に今度は西山が大内刈りです。本郷選手は西山選手の組手を徹底的に嫌ってますね。そうですね、はい、両襟の西山です。右の引き手をなんとか今取りました。今取りました西山。しかし本郷も奥襟取っている。大内刈り、非常に本郷は柔らかいですね。そうですね、柔らかい柔道しますし、はい、今日は積極的にですね、前に出て技をかけてますので、いい仕上がりになってますね。九州チャンピオンの増渕を破って、そして3回戦では去年のチャンピオンの高橋和彦を開始27秒の支え釣り込み足で破ってきました。本郷明乃フォーリーフジャパン中央大学の OB です。今年の体重別選手権もですね、はい、本郷選手は1回戦でホープのですね羽賀選手、また高木選手を破って決勝まで上がってますし、はい、そうですね、実力は持ってますので、はい、決勝では穴井に出足払いで敗れて準優勝ですが、非常に柔らかい柔道をします。さあ奥襟を取って頭を下げました本郷。本郷選手組み勝ってますけど、なかなか西山選手がいい組み手になれないですね、はい、そうですね、はい、釣り手は取れるんですが、その後引き手がなかなか位置が取れません。大内側に行く西山。本郷は100キロ級のシニアの強化選手、そして西山は90キロ級のナショナル強化選手です。西山はまだ筑波大学の3年生です。お互いにまだポイントはありません。もう試合開始から半分が過ぎました。残り時間2分45秒です。試合時間は6分間です。今年から国際柔道連盟試合審判規定 IJF ルール、国際ルールでこの大会が進められています。本郷選手組み勝ってますね、はい、今奥襟を取っています。そしてここから大内刈り、はい、支え釣り込みと待てです。 IJF ルールですから抑え込みは25秒で1本、20秒で技あり、15秒で有効です。あ、ここで指導が来ました。西山に指導が来ました。西山に指導が来ました。指導は2つ目から相手の有効のポイントとして表に出てきます。残り時間はまもなく2分10秒というところです。また組み勝って支え釣り込み足、腹ばいでしのぎました。組み際の技です。組んでから早いですね。そうですね、徹底的に組み手を嫌って、はい、でいい形になったらすぐ攻撃すると、とても頭脳的な攻め方で攻めてますね、今は両襟を持っている本郷です。ここから左を奥襟に変えながら大内刈りに行きます。それを嫌っている西山。西山の釣り手の位置としてはこれでいいわけですか。そうですね、ですけどまだ引き手が取れない状態なんですね、はい、でこうやって組み負けてしまって、はい、いいですね、はい、大内刈り、全て奥襟を持たれて技がかけれない状態になってますので、残り1分27秒で待てです。西山に先ほど開始3分35秒で指導が1つ与えられています。もう1つ西山に指導が来ますと本郷に有効のポイントが入ります。残り1分20秒、ここまでは組手争いでは本郷の方が上回っています。まだ西山選手は一度も自分の組手になってないので、なってないですか、まあ、組手になってない状態でも技は出してますけど、はい、技がその分半減してしまうんですね、うん、キレのある技は持ってますけどね。そうですね、組んだ時の力というのは誰でも持っていけるような、はい、そういう技は持ってるんですけど、なかなかそうさせてもらえない部分がありますね、はい、3回戦では近畿代表の岩田に見事な大内刈りで一本勝ちをしてこの準々決勝に勝ち上がってきました西山です。また送り取っています。組手本郷選手ですね、はい、本郷がまた左の奥襟、それを嫌いました。前に攻めているのは本郷です。残り間もなく30秒です。このまま試合が両者ポイントないまま終わりますと、6分間終了しますと旗判定に入ります。残り30秒を切りました。大内刈りに行きます。最後までこの組手争いで西山は
この時間帯まではなかなか、あ、指導が来ました。残り25秒で西山に指導、本郷に有効のポイントです。ここでポイントに差が出ました。残り20秒、西山選手は行くしかないですね、はい、残り15秒です。さあ最後の勝負、西山残り10秒、このままいけば本郷が準決勝進出。大外からいきますが残り2秒、残り2秒で待て。本郷は4年連続4回目の出場、勝てば初めてのベスト4進出です。ここでブザーです。近畿チャンピオン、近畿代表フォーリーフジャパン本郷明憲、初めてのベスト4進出。世界選手権の90キロ級の代表西山大輝、準々決勝で姿を消しました。指導2つ、本郷がベスト4進出です。やはり井上さん、はい、組手ですね。そうですね、やっぱこのベテランのいい味を生かした試合内容だったのではないかなというふうに思いますね、はい、まず準々決勝最初の試合、フォーリーフジャパンの本郷明憲が指導2つで優勢勝ち、ベスト4進出です。さあルールを改めてご紹介しましょう。試合時間は6分間です。延長はありません。6分間の試合が終わってポイントに差がない場合は旗判定になります。1本は抑え込みの場合は25秒、技あり20秒、有効15秒です。指導は2つ目から相手のポイントとして、相手の有効のポイントとして表に出てきます。今年から IJF ルールで試合が進められています、全日本柔道選手権大会。さあ4年ぶりの優勝を狙います鈴木啓司、初戦は指導2つで優勢勝ち、3回戦は若い大学1年生王子谷に内股で一本勝ち、徐々に力をこうリズムを作ってきている感じですかね。そうですね、はい、組手もしっかりしてますし、はい、徐々に調子が上がってきてますので、この七戸選手も、はい、今年の昨年のですね、学生チャンピオンになり、はい、潜在能力は高い選手なの で、非常にスピードがありますね、はい、福岡大学出身、今年から社会人1年目九州電力の選手です。2試合ともに一本勝ちで勝ち上がってきた七戸です。七戸が右組み、鈴木は左組み、喧嘩四つです。193センチの七戸、出場選手中立山と並んで最も上背のある選手です。喧嘩四つの場合は体を開き合ってますので、はい、この引き手の勝負になってくるんですね、はい、七戸はこの左手、鈴木は右手です。大内刈りに行った、内股に行きます。釣り手は鈴木が下から取っています。それを上から押さえるように七戸、お互い技は出してますけど、はい、引き手が不十分なので、技の効果がですねまだ半減しているというような状態ですね。さあどちらが先に引き手を取れるか、大内刈りに行きます。おっと今鈴木が下がりながら少し膝をついてしまいました。七戸選手は手足が長いんですね、ですから避けたと思ってもそこから伸びてくる、はい、手も足も伸びてくるので、そこに十分鈴木選手は気をつけなきゃいけないでしょうね、はい、初戦は体落とし一本勝ち、そして3回戦は合わせ技、内股と大外刈りの技ありを2つ取って合わせ技で一本勝ちを決めています。この前の3回戦は加藤博隆を破ってこのベスト8進出、初出場でベスト8です。釣り手は鈴木が下から取っていますが、そうですね、まあこれは五分というような状態ですね、はい、しっかりと七戸選手も鈴木選手の釣り手を落としてますし、はい、これは五分ですね、あとは引き手です。おっと篠平が攻めます、あ篠平が前に攻めます。なかなか初出場いいですね。そうですね、しっかりと前に出てますし、気迫あふれる試合をしてますね、はい、沖縄出身、那覇西高校から福岡大学、お父さんは空手の師範、そしてお母さんはベルギー人です。193センチ、また上から釣り手を取りました篠平。鈴木啓司はその釣り手をなんとか崩そうというところ、鈴木選手はもう少し釣り手を上げたいところなんですけど、うまく七戸選手が下げているので、大内刈り、やはりこれ上背の差もありますかね。そうですね、またうまく七戸選手を研究してですね、はい、
鈴木選手の組手を殺せますので、副審2人が鈴木啓司に指導を要求して今指導が入りました。まず先に鈴木啓司に指導1つ、内股に行きますがこれは透かします。攻める篠平、攻めてきたところをうまく合わせていきましたがポイントにはなりません。最初に2分28秒で鈴木啓司に指導が1つ行きました。もう1つ鈴木啓司に指導が行きますと篠平の有効のポイントになります。まもなく残り3分、試合時間の半分が過ぎます。ここまでお互いにまだ十分な引き手は引けません。そうですね、大外刈りに行きます篠平。まだ試合時間は十分あります。鈴木啓司4年ぶりの優勝を狙っています。徐々にリズムを作ってこの準々決勝、組際の技、あっと受け身を取った鈴木啓司。ここは鈴木啓司引いてるんですね。その引き手が切れました。今一瞬いい形になりましたね。そうですね、いいチャンスだったんですけどね、はい、内股にいった、内股にいった、待て、引き手が引けていませんでした。しかし技をどんどん出してきます七戸。残り時間が2分30秒を切りました。鈴木啓司に指導を1つ与えられています。まだポイントとしてはお互い並んでいます。引き手は取り合ったのでここからさあ技に行く、内股、内股、内股、これはなんとかしのいだ、よくしのぎました。いやー、これ上背がありますから懐が深いですからね。そうですね、また入ってからのバネ、はい、がものすごくありますので、不用意に受けたら持っていかれますんで、はい、さあ組は果敢に攻めていきます。初出場篠平龍、鈴木選手がうまく小外刈りで返したんですけど、はい、バランスがいいので、はい、まだポイントまでは取れなかったですね。鈴木啓司には足技があります。あっとその小外、それをうまく返しました。もう一度今度は小内刈り、両襟を引いた鈴木。あ、鈴木選手今いい組み入れてですね、はい、戻します、戻します。鈴木啓司が引き戻します。少し七戸選手がバテてきましたね、はい、そうですか、はい、さあここから鈴木の勝負です。大外に行く、それでも技を出すのをやめません七戸。大外に行ってバランスいいですね七戸選手。残り1分10秒、あーっと小島に腹ばいでなんとかしのいだ。小外で合わせていった鈴木ですが七戸なんとかしのぎました。ここで指導、残り1分4秒、ここで篠平指導が来ました。指導の数は並んでいます。さあ残り1分勝負ですね。そうですね、どちらが勝ちたいという気持ちが強いか。少し疲れが出てきたという篠平、少し下がり始めましたので、そうですね、はい、さあここから鈴木はベテラン、あっと小園掛け腹ばいでしのぎます。さあここから寝技に持ち込もうという鈴木、返していきたい鈴木、待てです。残り30秒、七戸もここはもう攻め続けたいところです。そうですね、残り30秒ですから。初出場大健闘の七戸龍、この大会3回優勝の鈴木啓司に対して真っ向勝負。残り間もなく15秒、内股いった、片手をついてしのぎました。残り10秒切りました。このままいけば旗判定です。送りを取った篠平、残り2秒、ないです、ね、ブザーが鳴りました。試合終了。さあこれは旗判定、赤が上がれば鈴木啓司、白が上がれば篠平。終盤は鈴木の方が有利だったでしょうかね。そうですね、前半は篠井選手が押してたんですけど、はい、後半鈴木選手でしたので、どういう旗判定になるか、ね、さあ判定です。赤3本、鈴木啓司ベスト4進出。初出場社会人1年目九州電力七戸龍大健闘、頑張りましたが最後は僅差で敗れました。
いやでもよく頑張りました。そうですね、これから楽しみな選手ですね、はい、一方の鈴木はどう見ますか。しっかりと最後まで、集中してやった結果ですね、はい、こういう試合流れになったのではないかなというふうに思いますし、はい、今日は十分集中してますので、はい、楽しみですね。指導で並んだ後の鈴木の集中力は見事でした。そうですね、もうあそこで慌てずにですね、はい、まずは指導で追いついて、それから自分のペースに持っていく、さすがベテランらしい試合展開だったのではないかなと思います。これで準決勝の一試合、本郷と鈴木の対戦が決まりました。準々決勝は残り2つです。4年ぶり4回目の優勝を狙う鈴木啓治、準々決勝3試合目、赤が穴井高政、そして白が高木海帆、ともに今年の世界選手権の100キロ級の代表枠をもうすでに獲得しています。その100キロ級の代表同士の準々決勝、穴井は2年ぶりのこの全日本のタイトルを狙います。高木海帆は2年連続2回目の出場、去年もこのベスト8まで勝ち上がりましたが、ベスト8で太刀山に敗れました。初めてのベスト4を狙います。東海大学の3年生です。去年の選抜体重別でこの穴井と高木は試合を行っていますが、その時は総合勝ちで穴井が勝っています。さあポイントはどのあたりになりますか。まず喧嘩四つですので、はい、この組手の部分だと思います。その中でも特に引き手の部分だと思います。今今穴井がちょっとうずくまりましたが、今高木選手が脇固めという技を、はい、かけましたね。釣り手の方ですね、はい、ちょっと心配ですが、釣り手左が穴井です。そして右が高木、喧嘩四つ、高木が右の釣り手をこう突き放すように持っています。穴井が奥襟、そして引きつける、この釣り手は穴井選手ですね、はい、そして引きを引いた、それを嫌います高木、相手の頭を下げています穴井です。引き手を狙っていく穴井、いい釣り手の位置を引いています。手が十分に引けないまま技をかけている高木海帆、穴井選手がしっかりとですね、相手の手にですね、はい、肘を入れて殺してますので、この組手、この釣り手はですね、穴井選手ですね、はい、あとは引き手の部分ですね。そうですね、先ほど一度引けましたが、その引き手をなんとかこう許さないように嫌っている、体を開いて嫌っている高木海帆、待てです。開始1分8秒で待て、指導、指を組み合ったということで高木に反則、指導が来ました。まず高木に指導が1つ与えられて、もう1つ高木に指導が来ますと穴井に有効のポイントが入ります。また釣り手を下から取って穴井がコントロールします。高木はなかなか釣り手がうまく使えません。引き手は引いていますが、その引き手を切って穴井が今度は自分の引き手を引こうというところ、高木が攻めていきます。ちょっとまだ左の肘を少し気にしている穴井。そうですね、この釣り手は穴井選手ですね。あとは引き手の部分ですね。引きつけます穴井です。上背は穴井が187、高木が182、ともに100キロ級の今年の世界選手権の代表同士、準々決勝の中でも好カードです。全日本男子の監督篠原さんも今映りました。今度は高木が釣り手を下から取っています。穴井が釣り手を上から取って、今高木選手の釣り手の位置はいいですけどね、はい、これ引きつけられるとダメなんですね。そうなんですね、肘を入れられると力が半減してしまうので、ここを肘を抜きたいところでしょうけど、穴井選手のこの釣り手の使い方上手なんですね。釣り手でうまくコントロールします。そして引き手を引いた瞬間に穴井は技を出していきたい。攻める穴井、じりじりと前に出ます。残り時間が間もなく半分が過ぎようとしています。また引き手が引けないまま技をかけに行きました高木です。
あの片襟ですとなかなか技は決まりませんね。そうですね。新井選手も早く引き手を取りたいところでしょうけど、はい、なかなか高木選手もですね、持たれてはやられてしまうということで厳しい組み手で対応してますね。あ、今度は刺していきました高木。背中のあたりを取って内股に行く。待て、引き手を持った瞬間に内股に行ったんですけど、はい、高木選手もよくこらえました。残り時間は間もなく2分40秒、6分間の試合時間。お互いにまだポイントは入っていません。高木に指導が一つ与えられています。この釣り手はない選手ですね。はい、釣り手はいいところが引けますが、引き手がなかなか引けません。また腕一本での投げ技。肘を締めていかないです。釣り手、左の釣り手。今引き手持ちましたね。はい、ここから足で揺さぶりながら内輪技を出していきます。選抜体重別ではその足技がよく出たという話をしていますが、今日はここまではその引き手が引けない分なかなか足技までいきません。残り間もなく2分です。組み手ではない選手なんですけど、はい、しっかりとですね、高木選手もガードをしてるんですね。ですからなかなか崩れない状態、うん、この時にやっぱり足 を使ってですね、崩してその後に大技に持っていくのが理想でしょうね。はい、少しでも引き手は引けるようになってきましたか。そうですね、引き手が外側を持つのではなく内側の引き手を持ち始めましたので、はい、あそこでも十分穴井選手の技は効果が出てくると思いますから、はい、また下から突き上げるように釣り手を取ってここから肘を締めていきます。残り1分30秒、まだお互いにポイントは入っていません。待てです。ん、ここで待てで、指導、岡田審判は組み合わないということで指導、これで指導2つで穴井に有効のポイントが入りました。ここでポイントに差が開きました。残り1分20秒を過ぎました。坂木選手は行くしかないですね。そうですね、はい、内股に行く。待て、穴井としてはこれポイントリードしてどういうふうに考えていけばいいですか。ここで絶対に下がらないことです、はい、前に出ながら自分の柔道をしていくこと、これが大事だと思います。今の組み手はいいですね、はい、しっかりと自分の組み手になってますし、釣り手でコントロールしながら引き手を狙います。穴井残り1分を切りました。背中を持っての投げ技、高木海帆、いい釣り手の位置です。穴井しっかりと組み手で高木選手の体をコントロールしてますので、はい、この組み手はいいですね。残り40秒、場外際押し戻す穴井、残り30秒を切りました。高木選手はポイント取られてますし、挑戦者ですからもっといってほしいですね。攻める高木、残り19秒で待て。さあ残り19秒、高木選手も詰めていきたいところなんですけど、はい、やっぱ穴井選手がですね、うまく間合いを取ってですね、はい、コントロールしてますのでなかなか技に入れないんですね。さあ穴井背中がピンと伸びています。ただ引き手が引けていません。10秒切って残り6秒、ポイント有効のポイント穴井がリードしています。残り2秒、ここで試合終了。世界選手権の100キロの代表同士の準々決勝は穴井が指導2つで勝ってベスト4進出、優勢勝ちです。やはり組手争いの中でなかなか引き手が引ける場面が少なかったんですが、そうですね、やっぱりこのベスト8以上になってくると実力も拮抗してきますし、はい、やっぱりその一瞬の隙で勝負が決まってしまうので、そこら辺はもうとても厳しい戦いになってくると思いますね、はい、2年ぶりの優勝を狙う穴井貴政、天理大学の職員、26歳になった穴井がベスト4進出を決めました。高木海帆、今年もこのベスト8で姿を消しました。さあ残る準々決勝はあと1つということになります。ここまでベスト4、初めてのベスト4、近畿代表、近畿チャンピオン本郷、そして4年ぶりの優勝を狙う鈴木啓司、そして2年ぶりの優勝を狙う穴井貴政、もう一つの座をかけて
高井洋平と去年の準優勝立山宏樹、準々決勝最後の試合です。高井が今日は井上さん、はい、非常にいい柔道をしています。そうですね、はい、特にあの上川選手と戦いですね、はい、気合の入ったいい試合展開だったと思いますね。結局旗判定になったんですが、はい、2回戦3対0で高井が勝って、そしてその後3回戦でも新井を破ってこのベスト8進出、4年連続のベスト8、まあ、この高井選手は2005年の世界選手権で3位にもなってますし、はい、その能力的なものはものすごい高いものがありますので、はい、カイロの世界選手権の銅メダリストです。一方の立山は去年準優勝、去年は同門対決高橋和彦に決勝で敗れました。立山も初戦は払い腰で一本勝ち、そしてその後の3回戦は今本に膝車で技ありのポイントを取って勝ち上がってきました。ともに左組みです。立山は両襟を持っています。高井の方は引き手は相手の脇のあたりを持っています。まあ、高井選手、また立山選手は国士舘大学卒業ということで、はい、大学時代はよく練習した、A、部分がありますので、お互い手の内を分かり合っているんです、はい、ですからなかなか攻撃にいけないという部分があると思いますけど、はい、実際の試合での対戦は2009年の全日本準々決勝、やはりこの準々決勝で対戦があって立山が勝っています。その時は高井が場外注意が与えられて、そのポイントで立山がベスト4進出を決めた試合がありました。その試合だけです。高井が前を今これ詰められないようにしてるんでしょうか。そうですね、立山選手が高いの、身長が高いので、はい、奥襟で引きつけられないようにですね、しっかりと高井選手は間合いを取っているという状態ですね。立山193センチ、出場40人中先ほど出場してきました篠平龍と並んで、もっと内股を透かしていったが腹ばいです。最も上背のある選手です。そして体重が145キロ、体重も最も重い立山宏樹、25歳、推薦枠で出場してきました。重量級ではなかなか内股すかしっていうのはやらないんですけど、はい、高井選手はですね、運動神経反射能力というのもものすごく高くて、はい、ああいうことをですね、器用にできる選手なんですね。今引き手も引いています高井、これは五分の組手ですね、はい、どちらが技を出していくか。立山は両襟を引いています。巻き込んでいく、巻き込んでいって有効、払い巻き込みで有効のポイントを取りました。高井がまず先にポイント、相手が立山選手が突っ張ってきたところを、はい、うまく内側から外して、そのまま払い巻き込みに持ってきましたね、はい、まず先に高井が有効のポイントリード。攻め続けられるか高井、支え釣り込み足に行きます。立山です、両襟からの攻め、攻めるのは高井です。どんどん前に出ていきます。引きつける高井、奥襟を取った立山。今日の高井選手は常に前に出る、はい、そして先に攻撃する、この形がうまくできてますね、払い腰、これは受けの強い高井、しっかりとしのいでいます。もう試合時間半分が経過しています。残り間もなく2分30秒、有効のポイント払い巻き込みで高井がポイントリードして、残り2分30秒です。立山が奥襟、そして引き手は前襟、ここから大外刈り、そして左の膝車もあります。立山、立山選手はポイント取られてますので、思い切って行ってほしいですね。残り間もなく2分、前に攻めるのはそれでも高いですね。そうですね、また巻き込んでいきますが、ここは引き手が外れました。残り2分を切りました。ポイント高井がリードしています。
開始2分22秒で払い巻き込みのポイント、有効のポイント1つ分リード。高井選手はポイントを取っているからといって下がらないこと、はい、ここがとても重要だと思います。小外に行きましたが、立山奥襟から相手の頭を下げようとしていますが、高井が頭を下げません。払い腰に行きます。高井選手は奥襟を持たれてもしっかりと頭を上げておく、また、はい、この右手の使い方ですね、はい、右手で相手をしっかりと殺してるんですね。ですから払い腰に立山選手は行くんですけど、はい、右手でまた相手は脇の下を突っ張って、はい、しっかりと殺してるのでなかなか技がかからないという状態なんですね。ここで高井に指導が来ました。残り1分21秒で高井に指導です。もう一つ指導が来ますとポイントで並びます。内股に行く、それを潰した立山。残り1分11秒あとはこの高井のスタミナがどうかというあたりです。そうですね、そこはまた明日のポイントになると思いますね、はい、あとは下がらないことですね。残り間もなく1分、奥襟を取った立山、頭を下げます。いい形になってきた立山、技を出したい立山、残り50秒寝技に持ち込もうという高井。身長は高い選手からですね、はい、首根っこをつかまれてぐいぐい押されるとスタミナを消耗してしまうんですね、はい、ですから後半徐々に回ってくる部分があるんですけど、はい、高い選手は、まあ、ここまではしっかりと持ちこたえてますし、はい、ここでまた気持ちを強く持って下がらないことですね、はい、さあまた相手の脇の下に右の引き手を添えました。大内大外いろんなことをやってきます立山。残り20秒で待て。さあ残り20秒の勝負、立山ポイントは高井がリード。去年の準優勝の立山、最後の勝負、技を出したい立山。残り10秒、大内刈りいった、大内刈り攻めるのは高井、残り6秒。いやー攻めを休めません。そうですね、ポイントを取っても下がらず先に攻める、はい、残り3秒2秒、ここでブザー、高井がベスト4進出。去年の準優勝立山、ベスト8で姿を消します。最後まで攻め切った高井です。見事に攻め切りました。いや何か今日の高井は何か吹っ切れたような柔道を取ってますね。そうですね、これまでは強さというものをものすごく持ってたんですけど、はい、うまさの部分では少し欠けてた部分があるんです、はい、まあ、そういう部分はですね、まあ、練習でですねしっかりと練習してき、はい、またこの試合で生かしてますので、今日は本当にいい試合展開を繰り広げてますね、はい、旭化成の、コーチ陣に聞きますと怪我もないですし、それから強化選手外れたことによって非常にこうリラックスして大会に臨めるだろうという話をされていましたが、その通りの内容ですね。そうですね、やるべきことをしっかりとやってこの試合に臨んだというような気がしますね、はい、終始立山に十分な組み手にさせませんでした。これが2分22秒の払い巻き込み、左の釣り手を離してそしてこう巻き込んでいきました。そうですね、最後の決めも良かったですね、はい、引き手はしっかり引いてますね、はい、しっかりと脇に挟んでそれから体で一気に持っていってますね、はい、さあこれでベスト4が出揃いました。ご覧のような4人が勝ち上がりました。近畿のチャンピオン、フォーリーフジャパンの本郷が初めてのベスト4進出、そして鈴木啓司が4年ぶりの優勝を狙う鈴木啓司がベスト4に勝ち上がってきて、右側のブロックは2年ぶりの優勝を狙う穴井が今年もベスト4、そして高井洋平が3年ぶりのベスト4進出、この4人に絞られてきました。今日の放送席解説はこの全日本2001年から2003年まで3連覇、現在全日本の男子のコーチを務めていらっしゃいます井上康生さんにお越しいただきました。井上さん、はい、やはり井上さん、この放送席から試合を見ると
力が入るんじゃないですか。そうですね、あの理想と現実は違いますけど、でももう一度あの畳に上がってみたいなという気持ちになりますね。そうですか、まあ、井上さんもこの全日本は11回出場されたわけですけれども、はい、いろんな思い出があるでしょう。そうですね、特に、初出場、はい、また、初優勝、はい、この今出ましたね、はい、これが高校3年生の時ですね。そうですね、まあ、山瀬先生以来の高校生出場、はい、21年ぶりでした。そうですね、またあの1回戦で優勝校の牧師さんと、はい、対戦するということでしたので、プレッシャーもなく、のびのびと高校生らしい試合展開をできましたね。初出場で優勝候補の牧師選手に旗判定 3-0 で勝って、初出場1勝を挙げたわけですね。そうですね、そしてこれは2001年です、初優勝の時の映像です。相手は篠原慎一選手、ずっと追い求めてきた選手ですね。そうですね、1998年に初めて対戦させて、はい、もらってですね、その時は何もすることなく負け、はい、また2000年で対戦してまた負け、でやっとのこあのやっと2001年で勝つことができましたので、やっぱこの時の思いというのは本当に強いものがありました、はい、もう涙涙の優勝でした。旗判定、旗3本井上さんに上がっての初優勝、その後翌年も勝って、そして3連覇を達成した2003年は鈴木啓司選手との対戦でした。これもいい決勝でした。この内股です。もう井上さんと言いますとこの内股、はい、ありがとうございます、はい、やっぱりオリンピックとか世界選手権もすごく大きい大会ですし、大事な大会ですし、でもこの全日本選手権っていうのはやっぱり柔道家にとってはそういう比べるものじゃない大会だと思うんですよね。優勝した時の嬉しさっていうんですか、試合上決勝戦終わって試合上降りる時の感覚っていうのは思い出しただけでも震えますから、やっぱりそれを味わいたいなっていう気持ちはすごく強いですね。もう31歳最年長ですので、執念持っていきたいなと、やっぱり意地もプライドもありますから、はい。2年前に、優勝の味というのを味わいましたので、やはりもう一度味わいたいという気持ちがものすごく強いので、まあ、王座奪回という目標も掲げてきましたので優勝したいですね、はい、スケールの大きな穴井らしい柔道だなと見ている人に思っていただけるような柔道をしたいなと考えています。改めて明日の目標をお願いします。優勝します。2人のインタビューを聞きいただきました。鈴木啓司のインタビューの中に最年長という言葉がありましたが、まだ鈴木啓司は6月が誕生日ですので6月が来て31歳になりますが、昭和55年生まれ、今大会4人出場している最年長選手の中でこの鈴木だけがベスト4に勝ち上がってきました。鈴木啓司10回目の出場です。ご覧のような内容で勝ち上がってきましたが、それでは今日の鈴木の勝ち上がりを VTR で振り返っていきます。これは3回戦、大学生になったばかりの王子谷との試合でした。3分2秒内股、これも組み手、いい組み手になった瞬間でしたね。そうですね、4月の体重別の時一度対戦してるんですけど、はい、その対戦してる形がいい方向に進んだなというふうに思いますね、はい、そしてこれがこの前の 準決勝です。七戸龍、初出場の選手、長身の選手との対戦、序盤はちょっと苦しみましたけれども。そうですね、ですけど慌てずにですね、まあ、後半はしっかりと自分の柔道を取っていきましたので、はい、ベテランらしい戦い方でこの準々決勝勝ち上がってきました、まあ、今日は一本勝ちはこの3回戦の王子谷の試合だけということになりますが、鈴木らしさも十分に見せてのベスト4進出です。一方反対側のブロックにいる穴井高政、ご覧のように2回戦3回戦は一本勝ち、そして準々決勝高木海帆戦は優勢勝ちということで、その穴井の今日の試合を振り返っていきます。これは3回戦、神沢との対戦になりました。北信越代表の神沢に対して奥襟を取って、ここからこの内股、先に有効のポイントを神沢に取られた後ですね。そうですね、ですけど本当に
まあ、実力は穴井選手の方が上でしたので、はい、慌てずにですねしっかりと相手を見て最終的には1本取ったという形になりましたね。はい、その後先ほどご覧いただきましたが準々決勝で高木海帆に指導2つで優勢勝ちでベスト4進出です。さあその他の選手を見ていこうと思いますが、今顔が映りました本郷明則。本郷は4年連続4回目の出場ですが、これまでは最高が3回戦でした。昨日は去年は高井に敗れ、その前は鈴木啓司に敗れましたが、ご覧のような勝ち上がりです。本郷の今日の試合も VTR で振り返っていこうと思います。これが去年のチャンピオン高橋和彦との3回戦、開始27秒、見事な支え釣り込み足。どんな持ち味がこの本郷にありますか？そうですね、今日は3人とも強豪選手を倒してきたということ で、ね、本当に勢いがあるなというふうに思います。はい、あとはやっぱり一人一人の相手に対して十分に研究してきてるなというようなイメージがありますね。はい、2回戦は東京チャンピオンですね、九州チャンピオンですね、そうですね、増渕辰樹に技ありで勝ちました。はい、自分の柔道を出す、はい、また相手の柔道をしっかりと殺しながら、はい、試合展開というのを作ってますので、その点は十分に準備してきたんだなというような印象がありますね。フォーリーフジャパン中央大学の出身です。茨城県の出身、近畿のチャンピオン鈴木啓司との準決勝を待ちます。鈴木啓司とこの本郷は一昨年のこの全日本で3回戦で対戦があります。その時は鈴木啓司が合わせ技で一本勝ちを決めています。それ以来の対戦ということになります。100キロ級のこの本郷明則、選抜体重別では決勝で穴井に出足払いで敗れましたが、はい、十分にその持っている力、柔らかい柔道選抜体重別では見せてくれました。そうですね、大内刈りを中心にですね、はい、大外刈り、また組手がとても上手な選手なんですね。はいはい、そこでもう相打つの戦いになりますので、はい、どう鈴木選手の組手を殺していけるか、はい、その中でその得意技で大内刈りを生かしていけるか、ここがポイントになるのではないかなと思います。さあ間もなく準決勝が始まります。10の方のメッを終了いたします。まあ、鈴木とは何度も井上さん対戦がありますが、はい、北京で敗れた後よくここまで戻ってきたなという。そうですね、彼の精神力は本当にすごいですね。はい、今日の戦いを見ますと何かこうやってくれるんじゃないかという感じはありますか？そうですね、本当に尻上がりに調子は上がってきてますし、はい、あとはもう準決勝決勝と2試合ですから、また気持ちの問題かなというふうに思いますね。いかに勝ちたいかという思いを持った選手が勝つんではないかなというふうに思います。さあ準決勝、近畿代表26歳本郷明則、初めてのこの全日本ベスト4準決勝の畳です。そして鈴木啓司、この準決勝の畳に上がるのは2008年以来。さあ6分間の試合が始まりました。鈴木は去年おととしと準々決勝で敗れています。勝てば決勝進出、ともに左組みです。まずは厳しい組手争いが展開されるんではないかなと予想されますね。はい、小外に行きます本郷。鈴
鈴木啓司は左の釣り手から取りに行きますが、本郷は右の引き手で相手の釣り手を牽制しながら左の奥襟を狙っていきます。上背は鈴木が185センチ、本郷が184センチ、ほとんど変わりません。奥襟を取りました本郷です。この組手は本郷選手ですね。ここから大内刈りがあります。前に出ていく本郷、鈴木としてはですからあの形にはさせたくないわけですね。そうですね、鈴木選手としてはしっかりと間合いを取りたい、はい、本郷選手としてはしっかりと引きつけたい、このそこがどっちがうまくできるかというところが勝負のポイントになってくるのかなというふうに思います。奥襟を狙う本郷、また奥襟を取りました。鈴木の頭を下げます。支え釣り込み足、まだ鈴木選手は自分の組み手にはなっていませんので、はい、その点本郷選手はですね、先に先にと組み勝っている状態ですね、はい、引き手はこの相手の二の腕のあたりを取って、そしてこの奥襟、またいい形になりました本郷。小外に行く鈴木、足で脅かす本郷、鈴木選手がいい奥襟を取りましたね。引き手も引いている鈴木、ここから技が出せるか、内股に行こうとしましたが支え釣り込み足、本郷が先に技を出していきました。鈴木の技の出はどうですか。そうですね、今いい組み手になって、はい、なってたんですけど、もう一歩出なかったですね。開始から2分が過ぎました。お互いにまだポイントがありません。準決勝の最初の試合です。初めてのこの準決勝、本郷もっともっと鈴木選手の持ち味である足技が出てくると、はい、もっとこう相手が崩れやすくなってくるんじゃないかなというふうに見てるんですけど、まだ本当の意味での足技が出てませんので、はい、逆に足技を出しているのは本郷の方ですね。そうですね、こうやって小外、小内などをどんどん出してくる本郷です。あ、これは鈴木いい形です。いい形になってますね。鈴木がいい形になった、組み勝ってますね。ここで何を狙うか、鈴木ちょっと技の出が遅いか、小外に行きます。大内刈り、それを返して一本、いや技ありです。副審2人は技ありに転戦になって、抑え込みに入っていますね。バッチリ固まってますね。ただスコアボードの時計が動いていません。今ようやく動き出しました。技あり、この後20秒抑え込みますと合わせ技の一本勝ち。大内刈りをうまく返して技あり。さあ袈裟固めがっちり入っています。残り5秒、ここで20秒合わせ技一本勝ち、鈴木啓司決勝進出。2008年以来3年ぶりのこの全日本決勝に進出しました鈴木啓司。相手の大内刈りにうまく返して技あり、そこからすぐに寝技に持ち込みました。本郷選手がですね、組み負けた状態から大内刈りいったんですね、はい、そこをしっかりと合わせて返していきましたね、さすがです。決勝進出鈴木啓司、3年ぶりの決勝です。ここでお互いに健闘を称え合って、鈴木が準決勝の畳を降ります。まずは鈴木が決勝に進出。組み手に少し苦しんだ感はありますが、これ本郷が引き手が十分、釣り手が十分ではなかったわけですね。そうですね、うまく返しましたね、はい、最後の決めもしっかりと決めてます、はい、大内を返して逆にこう膝車の形で相手を倒しました。
ちょっと技の出が遅かったかなっていうところもあるんですが、どうでしょうか。そうですね、前半はうまく本郷選手がですね、鈴木選手の組手を殺してましたので、はい、ですけどその中でもやっぱ慌てずに、はい、一つチャンスを逃さないというところはやっぱりさすがですね。まずは鈴木啓司が決勝進出。さあ準決勝の2試合目です。推薦選手金井高政、県立大学職員26歳。そして高井洋平、九州代表旭化成の所属です。左組みの穴井と同じく左組みの高井です。全日本で対戦するのは初めてです。100キロ級の穴井と100キロ超級の高井、奥襟を取って頭を下げます。穴井、いい組手になっています。この組手は穴井選手ですね。大外に行きます。頭を上げる高井、今度は高井が逆に大外に行って、ここで場外までです。高井選手は奥襟を持たれても本当に先ほどおっしゃっている通り頭を上げてるんですね、はい、ですから相手がしっかりと見れる、はい、また技もしっかりと受け切れるという状態なんですね。今日はここまで本当にいい柔道で勝ち上がってきました高井洋平。上川にも勝ちました。奥襟を取られないように今高井が前をうまく取っています。開始から1分が過ぎました。準決勝の2試合目、背負い投げに行きます。速い動き、大外、待てです。手が十分には引けていませんでした。ここで指導です。ここで高井に指導、積極的繊維にかけるということで指導が来ました。開始1分21秒。穴井選手が少し大外に行って今度は内股、高井戦い方を変えてきましたね。最初の位置ですか。最初の段階では、はい、お互い組み合っていってたんですけど、はい、後半からですね、はい、うまく高井選手の力を逃がすような、はい、そういう試合展開をし始めましたね。それはどのあたりで分かりますか。動きですね、はい、最初の段階ではですね、また組み合って動かない状態が続いてたと思うんですけど、はい、動きながら相手の力を右左とずらしていってるところがあるんですね。そのあたりはさすがにこう穴井のうまさが出てますかね。そうですね、いい形になった穴井。この組手は穴井選手ですね。ここでまた足技を出して、この試合は足技もよく出てますね、はい、さあ支え釣り込み足、釣り手も十分に引きつけて、おっと大内刈り、高い、高いも攻めます。今日の高いはこうやって前に出ていきます。待てです、場外です。ここまでは高いに指導が一つ与えられていますが、ポイントはお互いにまだ入っていません。開始から2分30秒が経過しました。6分間の試合時間です。ここまで穴井選手が徹底的に組手を、はい、高井選手の組手を殺してますので、はい、なかなか高井選手が技が入れない状態になってますね。今巻き込みに行こうとしましたが、それではその鈴木と穴井の勝ち上がりをまた見ていこうと思いますが、まずはこちら鈴木からです。鈴木啓司、これは3回戦です。大学1年生の東海大学の王子谷に対してこの内股、開始3分2秒の技でした。これが最初の今日の最初の一本勝ち、そしてこれが準決勝、初めてベスト4に勝ち上がってきた本郷との準決勝、相手の大内刈りをうまく合わせて技あり、その後袈裟固めで技ありのポイントを取って合わせ技の一本勝ちです。出場する中では最も年齢の高い学年ということになるわけですけど、はい、なかなか今日の鈴木の柔道はベテランらしい部分もありますし、技のキレもありますし、そうですね、
とにかくやっぱ集中してるなというような印象がありますね、はい、ご覧のように今日は一本勝ちが2つです。初戦こそ少し硬さがあったかなという部分はありましたかね。そうですね、やっぱりあの優勝候補と言われてますので、はい、この全日本にまた鈴木選手が思う気持ちというものはものすごく大きなものがあったと思います。そういう部分では、はい、まあ、なかなか1回戦というのはですね、私も経験している中でなかなかうまく自分の柔道が取れない部分があったあるんですけど、はい、まあ、でも知り上がり日本で調子を上げてきてますのでいい形だと思いますね、はい、そして一方の反対側のブロックから勝ち上がってきたのが穴井高政です。26歳、もうすでにパリの今年8月に行われますパリの世界選手権の代表の座は獲得してこの大会に臨んでいます。ご覧のように2回戦岩上に一本勝ち背負い投げ、3回戦には神沢に最初相手に有効のポイントを与えましたがその後逆転内股での一本勝ち、準々決勝は高木海帆と指導を2つ優勢勝ち、そして準決勝は高井陽平に見事な内股、開始3分6秒の技でした。それでは今日の穴井高政の試合を VTR で振り返っていきます。これが神沢との試合です。3回戦です。先に有効のポイントを神沢に与えましたがこの内股です。そして高井陽平、準決勝100キロ超級の相手に対して左右に動きながら力をかわしながらこの内股、見事に穴井が決勝進出を決めました。鈴木と穴井の決勝戦ということになりました。柔道日本一を決める全日本選手権、このあといよいよ決勝戦です。今日の一本のハイライトをご覧いただきました。全日本柔道選手権大会日本武道館で今年もこの4月29日毎年恒例のこの昭和の日に開かれています。会場では今古式の方の演武、取りが斉藤仁志八段、そして受けが榎木義晴八段の古式の方の演武が行われているところです。全日本選手権あとは残すは決勝だけということになりましたが、いや、井上さん、はい、今1本ハイライトでご覧いただきましたけども、はい、若い選手の1本もありました、はい、非常にこう
フレッシュな選手も出てきた今年の大会ですね。そうですね、若手の選手、また軽い選手もですね、この無差別級に挑戦して、そして果敢に、重量級の選手と戦っている姿、これが本来の柔道だというふうに思いますし、また一本特集でですね、素晴らしい一本を見せてもらって、これが本当柔道だなっていうような気持ちになりますね。そうですね、井上さんも一本を追い求めた柔道家でしたが、決勝はこの2人、鈴木啓司、穴井隆政。鈴木啓司は2008年決勝に進出して石井に敗れましたが、それ以来の決勝ということになります。穴井は2年ぶりの決勝、この鈴木と穴井の対戦ということになりました。この全日本で2人が対戦したのは2007年、3回戦で鈴木啓司と穴井隆政対戦がありますが、その時は旗判定僅差2対1で鈴木啓司が勝っています。それ以来の対戦ということになります。その後に2009年に準々決勝で、そうですね、はい、その時は穴井選手が背負い投げで一本勝ちですね、はい、してると思うんですけど、ですからこの全日本では1勝1敗ということになるわけですね、はい、まあ、決勝戦ですから、はい、意地と意地のぶつかり合いということになると思いますね。どのあたりがこの決勝のポイントになりそうですか。そうですね、まずは先ほども言ったように組み手、はい、この部分でいかにお互い妥協せずにやっていくかという部分かなというふうに思います。はい、技の部分では、はい、お互い本当に似た技を持っている足技、はい、また内、また大外刈りという技ですから、まあなかなか一本で決まるというのは難しいかもしれませんけど、面白い攻撃的な展開が見れるのではないかなというふうに思っています。ですけど、この全日本選手権を勝ち上がる、決勝まで勝ち上がるためにはですね、はい、かなりの体力を消耗しなきゃいけないんですね、はい、そういう部分で若さある穴井選手の方が少し、有利な部分があるのかなと。その部分やっぱ鈴木選手はですね、はい、フルの試合で戦ってきている部分がありますので、ですけど今日の鈴木選手を見ているとそういう気持ちも全て吹き飛ばすような試合をしていますので、はい、どっちが勝つかわからないなというふうなのが正直なところですね。共にここまで4試合戦っています。三瓶さん、はい、両選手についてなんですが、まず穴井ですけれどもね、はい、準決勝が終わりまして、はい、全日本の篠原監督に一声かけられますと、はい、黙ってうなずいて、そして少し笑みを浮かべましたね、うん、そして天理大学の正木監督は非常に乗ってきたと、初めのうち少し強引なところはあったけれども、はい、乗ってきた、今一番日本で投げる力を持っている選手だと、はい、決勝でもとにかく先にいいところを持って技を出してほしいと話しています。一方の鈴木について、はい、国士舘大学の山内監督ですけれども、とにかく綺麗な勝ち方はいらないんだと、執念だ、我慢だと声をかけますと、鈴木も黙ってうなずいていました、はい、ここまで組手の劣勢も我慢してきたからこそ技が出て勝っているんだと、決勝もこの我慢を続けてほしいと話しています。確かに七戸龍との準々決勝などはそういう戦い方でした、はい、そうですね、はい、王子谷選手との戦いもそうですし、すべての大会でしっかりと我慢して、はい、そして最終的に自分自身がですね、勝ち時っていうのを見つけて、そこを絶対逃さない、そういう今日はですね、試合展開をしてますので、はい、決勝戦もそういう試合展開をしていくと思いますし、それがまた勝利の鍵になってくるのかなとも思いますね、はい、さあいよいよ決勝の畳に2人が向かいます。4年ぶりの鈴木か、2年ぶりの穴井か。柔道日本一を決める全日本柔道選手権決勝です。30歳の鈴木、26歳の穴井、は今年は東京予選から勝ち上がって東京チャンピオンになってこの全日本に進出してきました。穴井は去年の世界選手権のチャンピオン、そのタイトルの推薦枠での出場です。
赤鈴木選手、白新井選手、主審ジュード審判員、副審岡藤審判員、同じく黒田審判員。さあいよいよ決勝が始まります。赤が鈴木、白が穴井、試合時間は6分間、主審は藤原審判です。さあ始まりました、今年の決勝です。ともに左組です。奥襟を取った穴井です。穴井がいい組み手になった。おっと待て、劣勢な組手でも我慢して戦ってきた、それが勝ちにつながっているという医師官の山内監督の話、鈴木です。さあ鈴木が受け入れ取って、引き手は前襟です。背中を伸ばして穴井、釣り手でなんとかコントロールしようという穴井です。引き手を引いた鈴木、ここから技を出したい。お互いゴムの組手ですね、はい、足技を出していく小内刈り、五分に組み合って時間が経過していく。なかなか技が出ません。お互いに足技も持っています。動きながら、軽快に動きながら、引き手が切れた。穴井は引き手を引いて釣り手を狙いますが、ここで待てです。穴井は187センチ、鈴木が185センチ。指導です。鈴木に指導、鈴木だけに指導が来ました。6分間でチャンスというのは本当に2、3あるかどうかというぐらいだと思いますから、はい、そのチャンスをどう生かすかでしょうね、はい、さあ受け取った鈴木、引き手も引いている。鈴木のいい組手です。さあここで技を出したい、まあ、鈴木はいい組手ですね、はい、ですけど穴井も立て直してきましたね、背中を伸ばしてきました穴井。今は5分だと思います。大内刈りを返した、ポイントはない、技の効果のポイントはありません。今横倒しにしたようにも見えましたが、主審副審の手は上がりません。もう早くも2分が過ぎます。今いいとこ返したんですけどね、穴井もよく踏ん張りましたね。そうですね。さあ引き手を伸ばしてまた受ける取った鈴木刑事、引き手は相手の脇の下です。そして引き手を袖の方に変えようという鈴木ですが、それを嫌います穴井。穴井も奥襟、それを落としていく鈴木がまた徐々にいい形になってきました。しかし穴井も背中を伸ばしている。大内刈り、大外、攻めるのは穴井の方が徐々に前に出てきていますが、またがっちり組み合っている。大外に行くところ、返した一本、鈴木刑事4年ぶりの挑戦、勝ったのは鈴木刑事、穴井の大外刈りを返しました。4回目の全日本のチャンピオンです。開始2分37秒、大外返しで一本勝ち、4年ぶり4回目。山下康弘さんの9回、小川直也さんの7回に次ぐこの全日本の優勝回数3番目の地位につけました。まあ、山内監督からのコメントもありましたけど、はい、我慢、あの大外でもよく我慢して、そして返していきましたね。涙が止まりません鈴木。4年ぶり2008年、あの石井に決勝で敗れましたが、その前の年2007年に石を破って以来のこの全日本のタイトル。斉藤仁さんと今抱き合いました。山内監督からも祝福を受けます。見事な復活優勝、
そして今ゆっくりとまた畳に上がります。5試合戦い抜きました鈴木圭司、4年ぶり4回目の頂点。さあその鈴木のインタビューを聞きたいと思います。放送席、そして日本武道館にお集まりの皆さん、今年の柔道日本一鈴木圭司選手です。おめでとうございます。ありがとうございました。帰り咲きました。今どんな思いですか？いや、優勝候補には上がってなかったと思いますし、もう一つ頑張りたいという気持ちは常に持ってたんですけど、やっぱりどんどん強い選手も出てきてたので、自分はどこまでやれるのかなと、こんなにまだ現役にへばりついてていいのかなとか、いろんなことを考えてて、いっそのこともやめたいなという気持ちもありましたし、でもやはりああやって応援してくれる仲間がいるので、まだまだ戦えると思ってました。勝った時の大歓声を聞いた時はどんな気持ちになりましたか？いや、やはり試合前っていうのはマイナスなことばっかりで、負けるならどうやって負けるんだろうとか、そんなことばっかり考えてたので、一本宣告された時はもう本当に嬉しいで、まだ夢のようです今でも、はい。今日のこの大会では我慢執念という言葉が盛んに聞こえていましたが、そのあたりどうだったんでしょう？まあ、自分の今までの実績だとかそういうものも含めて初心に帰るっていうのは本当に難しいことなので、初心に帰るよりは今持っているものを伸ばすっていうことで、じゃあ今何が大事なのかって言ったら、やはり我慢すること、きついとかじゃなくて、今日は6分間だったので6分間我慢することとか、そういうことばっかり言われ続けました。技術的なことは本当に何も言われずに、我慢と執念とあと意地を持ってやれと、この3つは本当にすごく言われました、はい。そういう意味では北京から本当に厳しい道のりだったと思うんですが、今どんなことをこう頭よぎるんでしょう、その苦しい日々。いや、でもやっぱり負けはオリンピックで負けたことは負けたことです、事実ですし、全日本選手権も決勝戦に上がるのも久しぶりだったので、まさか優勝できると思ってないですし、本当にこういう夢は何回も見てるので、優勝した夢は今でも夢じゃないかなってちょっと怖いです、はい。ただ再び日本一、この日本一は鈴木選手の今後にどんな意味を持つでしょう？いや、これからですやはり世界一がないと、日本一になって世界一になって初めてチャンピオンじゃないかなと思います。おめでとうございました。ありがとうございました。ようやく鈴木の表情が笑顔の表情に変わりました。今のインタビュー聞きましてもですね、北京でもう終わったと思った人もいたかもしれないですけどね。そうですね、まあ、彼自身もオリンピック前はもうこれでやめるというふうに言ってて、はい、試合結果として負けてしまった、もう一度自分自身を奮い立たせてですね、またこの畳に上がってきたんですけど、はい、本当に並大抵の努力がないとここまで来れなかったと思いますし、そうですね、本当に素晴らしかったと思いますね。これが決勝の最後の場所部分、穴井が大外刈りに来たところをしっかりとこれ受けて返しています。よくこらえましたね、はい、ここ で最後の決めがいいですね。引き手も離していませんね。そうですね、これは執念でしょうね、はい、見事に4年ぶり4回目の優勝。まあ、本人ロンドンオリンピックは頭の片隅にはあるけれども、まだ自分はそういう立場ではないと、これに勝てば少しは見えてくるという話をしました。ちょっとこう見えてきたんじゃないですか、ロンドンに。そうですね、はい、まあ、この全日本選手権を優勝したことによって、また今年の世界選手権というのも見えてくると思いますし、はい、また、まあ、来年というのはもうその世界選手権を行わないとまた、分からない部分もありますけど、はい、また一つの道筋っていうのができたんではないかなというふうに思いますね。今日は放送席にこの大会3連覇、そしてシドニーの100キロ級の金メダリスト、
全日本男子コーチの井上康生さんにお越しいただきましたが、井上さん、はい、このあと100キロ超級のパリの世界選手権の代表選考があるわけですけれども、はい、世界ランキングの上にいる鈴木、高橋和彦、そして上川、立山、この辺りの中から選ばれてくるわけですが、なかなか今日の結果を見ると難しい選考になりそうですね。そうですね、うん、ですけど、まあ、世界に出た時に、はい、いかに世界で、勝てていけるか、はい、金メダルを取れる選手は誰かという、はい、形をですね、しっかりとした基準として、まあ、選考していきたいなというふうには思いますね。まあ、今年が世界選手権、そして来年がロンドンオリンピックということで、来年の4月までの世界ランキングのポイントで上位22位までに入っていなければいけないわけですが、日本はこの超級の層が厚いですから、はい、誰がこの代表になるのか、非常にこれ厳しい国内での戦いが続いていくわけですね。そうですね、まあ、そのためにはやっぱ今年の世界選手権というものは大きな基準になってきたと、はい、なってくると思いますけど、うん、まあ誰が選考されて、もですね、はい、まあ、世界選手権ではしっかりと金メダル取れるような環境を作っていってあげたいなというふうに思いますし、そして来年のオリンピックにですね、しっかりと照準を絞って頑張っていきたいなと思います、はい、一方敗れた穴井高政、100キロ級のパリの世界選手権の代表です。穴井については今日の戦い振り返って、そうですね、まあ、鈴木選手もそうですし、また穴井選手もこの全日本選手権に、対する思いというのはとても強かったと思います、まあ、その分悔しい思いはあるでしょう、まあ、ですけどこの悔しい思いを8月のに行われる世界選手権で全てぶつけて、また世界選手権2連覇をですね、はい、勝ち取ってもらいたいなというふうに思いますね。まあ、これから今年の全日本が終わりました。今年のチャンピオンは4年ぶり4回目の鈴木、これから今度は日本の選手たちは世界との戦いが始まっていくわけですね。そうですね、また日本国内での、まあ戦い方と、はい、また海外の戦い方と戦い方はまた変わってきますので、うん、まあ、そこら辺またですね、時間はじっくりありますから、はい、しっかりと目標を立てて、また世界選手権でしっかりと勝てるような、はい、環境づくりをしていきたいなというふうに思いますね。今日の最終結果です。優勝が鈴木啓司、4年ぶり4回目のこの全日本のチャンピオンに輝きました。2位に穴井高政です。そして3位が本郷明則と高井洋平の2人が3位に優勝を果たしています。今優勝の鈴木と準優勝の穴井、全くその表情が違いますけれども、その2人が映っています。4年ぶり4回目の優勝を果たしました。どうでしょうか、井上さん、はい、この後の世界選手権ロンドンに向けてまたこう楽しみが広がってきた、そんな印象もあるんじゃないでしょうか。そうですね、まあ、来年世界オリンピックは行われますけど、はい、まずは今年の世界選手権というような気持ちで、はい、私たちは戦っていきたいなというふうには思いますね、うん、そうですね、そしてその次があるという気持ちですね、うん、まあ、コーチとしてこれからまた、はい、厳しい戦いが始まっていきますね。そうですね、はい、また選手の時は自分自身のことだけでしたけど、はい、コーチはですね、いかに選手たちを勝たせるか、そういう部分になってきますので、はい、なかなか難しい部分はありますけど、はい、まあ、選手とともにですね、自分自身も高めていければいいなというふうに思ってますね。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。今日の解説、井上康生さんでした。優勝は鈴木啓司、4年ぶり4回目の優勝を果たした今年の全日本選手権でした。